はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンの木村です。今日はですね、究極最後の波紋を受け継ぐ男ですね、若ジョセフの究極を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方見ていきましょう。まずはリーダー、屋上ですね。嘘をつくな、ハイコン、京都の旅路ですね、カットインが入らないようにしております。でメインアタッカーですね、バイスケ、ディメンション、勇気、仲間コン、壁コンを入れてます。続いて、X キラですね、エキスパキラ、 SHIT、 得意属性ファイアボムを入れてます。そしてスタンバイには華強院ですね、結界院ですね、喧嘩アイアイを入れてます。バイスケ以外はね、全員、HP が5万ですね、5万以上になるように、カットインなしのやつを組み込んでるだけです。フレンドは、SSR しげちですね。では参ります。もうカットインさえなければディメンションだけで、進めますので大丈夫かなと思います。ちなみに私の、攻撃力は、149,000、だいたい15万ですね。これだけあるともうディメンション、ユニドラはいりません。これだけで十分です。昔はね、本当にこれもあったらいいなっていう感じだったんですけど、本当にどうやって倒そうかね、悩んでたんですけど、まさかここまで簡単になるとは思いませんでした。さあフレンドのシゲチが倒れます。嘘をつくなが発動しちゃいましたね。ここもね結構高かったので、敵の体力が高かったので倒しにくかったんですが、今はこのように楽ちんに倒していきます。ここでね、10ヒットコンボカウンターのウンドゥールが降ってきますが、これだけ産物が乗っていればお構いなしに倒せます。そしてね、先制増援のがないんでね、倒しちゃう開幕先制のね、もう遅延も増援の先制もないので、フレンドはあまり考えずに選べるというところが利点ですね。もう火力重視でピータースキルまで選んでいけばいいと思います。ここも2回に分けて倒せばいいだけです。ユニークドライブがあると若干遅いかなという感じですかね。はい、ディメンションだけで倒せました。以上となります。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザマタイム。